トヨタ自動車が自動車レースの F1 から今年限りで撤退する方針を固めました。 F1 にかかる経費は年間で数百億円とされています。トヨタは2008年度に赤字に転落し、今年度も赤字が見込まれるためコストの削減を図ります。トヨタは2002年から F1 に参戦し、2012年まで継続する方針を示していました。7月には傘下の富士スピードウェイでの F1 開催から撤退することを表明していましたが、さらなる経費の削減を迫られ、今年限りで F1 から撤退する方針を固めました。 F1 をめぐってはホンダも去年で撤退しており、来年から日本の自動車メーカーの参戦がなくなることになります。